依頼をかけたところの期待を裏切らないということですね。それとやっぱり的確なそのトラブルの処理ができる。救急車でも出動回数多いと思うんですよ。自動車のトラブルが多いんで。福岡県柳川市にある株式会社ワールドリサイクル、自動車修理とデッカーによる事故車回収を行っています。バッテリー上がり、鍵開け、それからガス欠、パンクですね。夏場が繁忙期ですね。きっかけは自動車修理で関係があった保険会社から事故車回収の業務を持ちかけられたこと。自動車の任意保険に付帯するような形のサービスなもんで、それの認知度がだんだん広まって、次から次に依頼が入って、今の現場を終わらす前にまた次のが入ってくるんですよね。多い日で20件を上回ります。自動車修理工場の経験や技術を生かし、救援車両は自社で仕上げました。小さいのから大きいのまで非対象車両に合わせた車両で出動しなくちゃいけないんですよ。だからまあうちの方としてもスタッフよりレッカー車の方が数が多いんですよね。上村社長が力を入れているのが社員の技術力の向上です。クレーンも使いますし、ウインチ作業もやりますし、現場でちょっとした修理をやる時もありますんで、まず資格を取らせるということ、それと訓練ですね、それを日々欠かさずやっております。ただ自動車業界にも変化の兆しが。右肩上がりでずっと伸びてきたんですね、このロードサービスの需要が。ただ今後車の EV 化、また自動運転化で先はどうなるかわからないというのが現状です。自動車が高性能化しても事故やトラブルは起こるでしょう。その時に頼りになる存在であり続けるため、社員とともに経験を積み重ねています。若い子たちが頑張ってやってるんで、今後自分たちでやっていける会社を作っていく、みんながとにかく仕事ができるような環境を作り上げるのが僕の使命だと今のところ思ってます。困ってる人を助けてあげるっていうのが好きじゃないとできない仕事なんですね。これが九州の元気を応援します。西日本シティ銀行。